今回はこのようなセットを、考えてみました。エア缶にレギュレーターをつけたものです。あとホースもついてますけども、こういうセット今までに、なかったんですよ。で、エア缶はすぐにエアがなくなるっていう欠点がありまして、でその原因を考えてたんですけども、まあそのままエア缶の中のエアが圧力がすぐに直にエアブラシの方行っちゃってたんで、エアがすぐになくなると、エア圧も最初は強くって後半になると弱いっていうような、ですぐに交換しなくてはいけなかったんですけども、このレギュレーター、ちゃんと減圧調整できるレギュレーターをつけることによって、エアの消耗をすごく控えることができるというふうに考えたんですね。で、まあエア缶なんで限界はあるんですけども、エアコンプレッサーを買おうとすると値段がちょっと張るな、なかなか手が出ないな、とりあえずエアブラシやってみたいんだけどなっていう方に向けて、いいんじゃないかと思って、ちょっと組んでみました。詳しい説明はこれからやっていきますね。はい、説明いたします。まあこのようにエア缶があってレギュレーターがあって、使い心地の良いブレードホース 1.5 メーターをつけてあります。で、エアブラシの方なんですけども、ちょっとここ映してください。こんな感じで、いろんなエアブラシありますけども、ほとんど、使えちゃいます。で、今回はそうですね、まあ、一番手前にあるこのエレガンスリッチの、エアブラシを使ってちょっと実験したいと思います。でホースはここに、つけまして、で、今エアゼロの状態です。で、エア缶の中には入ってるんですけども、ここのつまみを回すことによってエアがですね、メーターがここ上がっていくんですが、上がっていくんですね。でエアが出るようになると。で、エアブラシするときっていうのは、ここのメーターのもうほんのちょっと上がる程度、1キロか2キロ、そのあたり、メーターがちょっと上がる程度でやるんですよ。で、通常レギュレーターをかまさないでやると、もうそのまま強い圧力、今前回の状態にしたんですけども、そうですね、4キロまで行きませんけども、3キロちょっとぐらいまで上がってます。で、この圧力で直に、行くもんですから、こういう強さなんですよね。だいぶ強いんですよ。これで作業するしようとする知ってると、どん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 強い圧力なんで、エアが消耗しちゃうわけなんですよ。でエアが強くここまで来ちゃってるもんですから、やるときもブチュってなりやすいんですよね。ブチュッとこんな風に。でそれがエア圧力を今弱めます。ここのメーターもついてますんで、メーター見てこうやって今こうっと下げて、もうほんのちょっと上がる程度、まあ、出しながら調整すると調整がしやすいです。ほんのちょっと、もう1前後みたいな感じですね。自分の場合1以下っていうこともよくあるんですけども、もうほんのちょっと、その方がエアの消耗は控えられるんですね。で弱い圧力でもエアブラシっていうのは霧がきれいに出ますんで、こうやって弱くやってるとあんまりブチュッともなりにくいんですね。初心者にも優しく出てくれる。エア圧力が強いと高いとブチュッてなる。これでも色を出しすぎれば当然こうなるんですけども、エアが弱いと作業がしやすくなると思います。で、弱い圧力にここで調整されてますんで、弱いですから、まあ、優しく当たってくれるって感じですかね。で、これで作業が終わったとしますよね。で終わりましたら、ここのメーターのつまみをゼロに戻してあげると、今はもう出なくなりました。で、ここのホース外してもエアが漏れないと。通常であればここを取り外ししてっていうふうになるんですけども、ここで開閉する、で圧力も調整できるというもの。